邦人のパパ力を一斉調査、パパザニベスト。今回はパパ力検定キャンプスペシャル延長戦、キャンピングカー縦列駐車検定をお届け。パパ芸能人たちに挑戦したのは藤井くんと小滝くんの2人。これまでウエストメンバーの前に大きく立ちはだかってきた縦列駐車検定。ここの小窓のここのポールが見えたところらへんで切ってみたいな教えていただいたんですよ。こうして早く早くやりなさい。乗ってからスタートですよ。そう、アイドルでセンターってあんな喋りますっけ。よく喋るセンター重岡くんは、あ、やばい。誰よりも結構俺予想通り、このパターンによった一番勢いがある。ぶつかってるね。さらにパパ力検定好成績の桐山くんですら、ギリギリのとこ狙ってる ね。それ大事。そのまま行け、そのまま行け。よっしゃ、買いに行こう。はいね、切って行け。ごめんごめん、いいですか。ふぅ、当たってないセーフ。オッケーちゃうか。大丈夫だった。ちょっと一回ビデオ判定しましょう。待って、あれぶつかってないって。検定初のビデオ判定へ、見ててや。当たることもないし。KR 警察みたいな。大阪の警察へ。ほら当たってる。接触事故で失格。しかも今回はキャンピングカー。え、これこれお普通免許よ。出た。それできたら超かっこいいですよ。出た。さらに小滝くんはちょうど初心者マーク外れた時で、僕教習所思い出すんだ。そうだ小滝、そうそう、教習所思い出したらわかる。でも今までの人よりもちょっと待ってや、バレムズンやんこれ。するとストップ。果たして制限時間5分以内に見事駐車し、メンバー初の合格となるか、お楽しみに。